それでは3コマ目よろしくお願いします。で、3コマ目は人遺伝子のアノテーションデータベースの紹介することと、ちょっと私たちの研究成果も少し紹介したいと思います。で、ちょうど先ほどまで遺伝病の話などが遺伝子だけの話をしたので、皆さんにお配りした資料2つあって、1つはなんかこのデータベースのパンフレットの青いやつです。もう1つはなんか1枚 の、 このペラペラとしたもので、それはこれは理化学研究所の一般公開の時に作った資料の一部なんですけども、表側にヒトゲノムの多様性について簡単に紹介がしてあって、後ろの方に日本人 の、 集団構造の解明のことが書いてあって、これがちょっとケースコントロール解析と関係があるので、少し簡単に紹介させていただきます。ではまずこちらの方をちょっとご覧になっていただければ幸いです。で、私たちの研究センターでは病気のかかりやすさや薬の副作用の有無についてゲノムワイドな関連解析を行って、この患者さんとか薬の副作用の出る人が対象のコントロールの人たちと比べてどうゲノムのどこにこう違いがあるかどうかということを調べる研究をしています。で、バイオバンクプロジェクトでは、着目する生活習慣病などが47種類あって、約30万人の日本人の DNA サンプル、血清などを集めて、こう情報基盤となるように研究が進んでいます。で、実は、このケースとコントロールの関連解析をするには日本人のように遺伝的に比較的均一な集団を対象とするというのは非常にメリットがあるんですけども、ただこれからもっとこう人数を多くして詳しくやりましょうという時にケースの人たちの集団とコントロールの人たちの集団の遺伝的な背景をバランスを取るっていうことが非常に重要です。このバランスが崩れているとケースとコントロールの、そのスニップのアリル頻度の違いで偽陽性といって、本当は検出に関連がないのに有意な統計的な有意差のアリル頻度が出ちゃうことがあります。で、この図で書いたのは、例えば実はその集団に階層化があって、大まかに分集団1と分集団2っていうのがあって、こう禁煙だけどこう、その結構実は昔ある時期に分かれたような階層化された集団となって、分集団1と分集団2でこう、対象集団が構成されている場合があります。で、その時にケース集団をサンプルするときとコントロール集団をサンプルするときに、こうサンプルの仕方にこうバイアスがかかってしまうと、こうゲノム上の50万箇所のスニップのマーカーでジェノタイピングをして、頻度の違いを見てるんですけども、本当はその形質と関係がないのにサンプルの仕方がバイアスしているためにゲノム上のたくさんの箇所で偽陽性が出ちゃうので、そういうことを避けるためにもあらかじめ集団構造というのを調べて個人間の起源関係というのを大まかに見てバランスとってサンプルすることが大事ということが理論的な研究で分かってきたわけです。そこで、私たちは、約7000人の日本人についてゲノムワイドなそのスニップ の、 遺伝子型のデータを使いまして、約14万箇所のスニップ使ったんですけれども、こうゲノム上の遺伝子スニップの遺伝子型のデータを、対立遺伝子2つのを使ってますから、遺伝子型っていうのは3種類あるんです。で、それを例えばこう0、1、2っていうふうにちょっと数値化して個人間のジェノタイプのこう相関係数を調べて主成分分析するというような手法が実は他の外国のグループによっていい方法論といいプログラムが開発されました。
で、その論文で2006年に出たんですけども、その主成分分析を基礎にした個人間の禁煙関係を調べるという解析を約7000人の日本人に対して、14万スニップで解析をしました。で、そうするとどういう結果が得られたかというと、この下の方に図3で調べているんですけれども、東アジア人の禁煙関係と3つのクラスターというのがあって、これは日本人全体と北京の中国肝心 のサンプルを45人分ハブマッププロジェクトのものを入れてあります。で、ほとんどの日本人は2つの主要なクラスターに分かれることが分かりました。で、それぞれの、人っていうのはどこの病院で血液がサンプルされたかによって大まかに緩やかに地域との結合情報があります。個人情報はちょっと使えないので出身地とかそういうことはわからないんですけども、それで、7003人のサンプルっていうのは、北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸で近畿、九州、沖縄の病院で血液が採血されたもので、その関係で見るとその2つの大きなクラスターに分かれるというのが図の3で分かって、赤くて大きいクラスターと下の方に見えるやや小さいクラスターに分かれます。で、この図は上に書いてある方法論の主成分分析に基づく方法で、その個人間の多様性をなるべく大きく見せる軸、第一成分と2番目に大きく見せる軸、第一成分と第二成分で表しています。で、私たちはこの一番大きいクラスター、ほとんどの人が所属するこの大きいクラスターを、ほとんどの人はその沖縄以外の人たちだったので本土クラスターと名付けて、下の緑の方の小さいクラスターは沖縄で採血された人がほとんどだったので、琉球クラスターと名付けました。で、さらに、本土クラスターも、出身地は分からないんだけど、どこの病院で採血されたかということで色分けをして示すと、それが右側の図の4に示してあって、それぞれの地域の人をハイライトすると、本土クラスターの中でも、東北の人は、若干右下の方に出るし、東海北陸の人は本土クラスターの中でど真ん中に出るし、近畿の人はちょっと左上でちょっと中国肝心の方と近くなるし、九州の方はどちらかというと沖縄に近い方の位置になるっていう地域差のことが分かりました。で、さらにこの、本土クラスターと琉球クラスターがどれぐらい違うかっていうことの集団遺伝学的なちょっと解析をして、違いの程度などを評価したり、でケースコントロール解析で偽陽性が上がる条件っていうのがサンプルの仕方によってどう違うかっていうことをちょっとその辺の評価をして、昨年論文発表をいたしました。で、でこのようなことを違って、ちょっとこれ分子生物学的な興味とはちょっと違うと思うんですけれども、このような統計解析などを通してケースコントロール解析をより精度よく行うっていうことにつなげたいと考えています。で、これは 今後さらに必要で、ケースコントロール解析はある程度センターから成功しているんですけども、今後のケースコントロール解析はさらにたくさんの患者さんを集めて、今までだとケースもコントロールも数百人だったのが、これからは数千人対数千人になってくるというような感じで、そうすると人数が多ければ多いほど遺伝的な背景の関係で偽陽性の関係を見出してしまうという可能性が上がってしまうので、こういうことも調べながらさらによく正確にケースコントロール解析をやろうとしているという、こういうトピックでした。
はい、あ、こちらのデータはハプマッププロジェクトで北京在住の肝心45人というサンプルがありまして、そのデータハプマップで公開しているんですけど、それを公開データとして利用しました。遺伝的には大体分かってしまいます。で、これは論文の主題ではないんですけども、よく見ると中国肝腎クラスターにグレーの丸が、ね、4つあるのがちょっと確認できますでしょうか。オレンジのドットのところに実はパネルにはアザージャパニーズって書いてあるんですけども、日本人7000人は、これ自己申告の日本人7000人で、これは法的に日本人として生活している人なので、遺伝的には中国系の方もいらっしゃって、その辺はちょっと個人のことがあるから追及はしないんですけれども、ある程度遺伝的な背景が見えると思います。はいはい、おそらく、この本土クラスターと琉球クラスターの真ん中あたりに、ちょっとどちらとも分けがたいところがちょっとあると思うんですけど、おそらく本土クラスターの人と琉球クラスターの人の子供だと思います。で、この解析する前に、まずハブマップのサンプルでヨーロッパ人、アフリカ人と含めて解析をして、そしたらちょっとヨーロッパ人とハーフかもしれない人とかクォーターかもしれない人がいて、ちょっと覗いたんですけども、ちょっとよく分かんないけど、ちょっとハーフっぽい人はこう真ん中に出るような感じです。その可能性はあります。で、もともと稲作や鉄器の使用が伝わる前は、太平洋沿岸に日本古来の人たちが住んでて、それはきっと太平洋沿岸の人々たちとつながりがあって、で、後に農業革命が起きた後、ちょっと大陸からたくさん人が来て、日本人の構成がちょっとだいぶ混血化して、本土の方がちょっと混血がより進んだという感じなのが、受け入れられている説かなと。これはそうです。で、この、使った手法とその、方法論はちょっと様々なちょっと工夫がされているので、ちょっと純粋な主成分分析とはちょっと違うところもあるんですけども、で第一成分に貢献するスニップっていうのがどんなものですよっていう貢献度を出してくれて、ちょっとそれを見るのもちょっと興味深くて、どんな遺伝子領域なのかとかいうことを見ています。でこれはちょっとトピックなので、残り時間がちょっとだいぶ、あと30分なので、あと15分ぐらいはちょっと遺伝子データベースの話を軽くして終わりにしようかなと思います。で、私が今から、お話ししますのは、ヒト遺伝子アノテーションデータベースで、ちょっと前職で関わりましたヒト遺伝子アノテーションデータベースのHIMDB をざっと紹介するので、スライドをバーッと見せますけども、皆さんは、このチラシにあるこの URL、この HIMB.jp で検索できると思うんですけども、それを見ながら、ご自由に、ブラウズなさって、
ていただければと思います。でまたあのまたあのあの似たような種類のものにあのレフセックとかアンサンブルとかあって、まあ、皆さんも中には使っていることがあるかもしれません。で、今からお見せするスライドはその HMDB の紹介なんですけども、ちょっとスライドが3年前のものなので、今見えるスライド画面の方が最新なので、ちょっと概要をちょっと紹介いたします。で、ついでにトランスクリプトームの解析にこれは基づいていますということで、ちょっとこれゲノム解析と対照的なところがありますので、残りの時間ちょっとお付き合いください。まず、ゲノム解析とトランスクリプトーム解析についてなんですけれども、ヒトゲノム解析で本当にゲノム解析でゲノムを解読して読もうというプロジェクトは非常にこう目立って重要な論文が、まずドラフト配列が2001年出て、完全に読んだのが2003年出たので、いろいろ着目された方も多いと思いますし、またゲノムブラザーを通して重要なデータが公開されましたので、ご覧になった方もいらっしゃると思います。で、基本はゲノム配列をだーっと読んで、ちょっとトランスクリプトームとの対比なので、ちょっと極端に申し上げますと、ゲノム配列をだーっと読んで、遺伝子の場所を予測して、アノテーションをするというような流れです。それに対して、トランスクリプトーム解析っていうのは、まずトランスクリプトームっていう名前自体が、トランスクライブされたものの解析で、つまり転写されたものを解析するんですけど、具体的には、さまざまな細胞のセルラインを使って発現されているメッセンジャー RNA を逆転写の PCR によって配列解析をして、ちょっと双方的な CDNA として塩基配列を読んで、そしてこう解析していこうという流れで、前者に対して後者は機能しているところ、ヒトゲノムは広大だけど機能しているところ、発現されているところをこう効率的に調べようという、そういう視点です。で、このヒト遺伝子アノテーションプロジェクトは経産省のミレニアムプロジェクトの統合データベースの一環としてもありましたし、また日本では完全腸 CDNA をこう大量解析しようという、そういう強いプロジェクトがありました。それをまた CDNA をこう人のトランスクリプトも調べようという動きは、外国の他の研究機関もありましたので、6つのデータ生産するところとこう連携してアノテーションのガイドラインややり方を決めて、データベースの公開に至ったものです。で、これは日本を中心とする6つの国際プロジェクトで、合計で約4万のヒト完全腸 CDNA 塩基配列のデータがあって、それを、解析するのに、まず、ゲノム上に CDNA の配列をマッピングしたり、あとメッセンジャー RNA が正常かどうか、イントロンが残ってないかというデータの精査などを含めて、でマッピングしてこう ORF を予測して、機能アノテーションをして、さまざまな視点、細胞内極材とか立体構造、タンパク質の立体構造とか遺伝子だけとか、さまざまな角度から注釈付けをしたものです。で、このエッジインビテーショナルのアノテーションジャンボリーを2002年の夏に、お台場の生物情報解析研究センターで開催しました。このセンターの名前は今はバイオメディシナル研究センターになっています。で、でいろいろアノテーションをして、データの精査をして、データベースを構築して、2004年の4月にエッジインビテーショナルデータベースとして公開することができました。また同時にプロスバイオロジーにメイン論文を発表することができました。で、これは統一基準、ちょっと国際協調で統一基準によるアノテーションを実施して無償で公開しているものです。
で、これはちょっと私が独自に書いたもので、ちょっとH インビテーショナルと必ずちょっと合ってないんですけども、人の遺伝子に関してどんな情報があるかっていうことをちょっと書いたものです。で、人の遺伝子には、ゲノム上の位置とか、そういうゲノム上の情報もあれば、どんな機能だとか、どんな多型があるかとか、パラログ遺伝子が人に他にあるかとか、他の生物種で、相当な対応する遺伝子があるか、遺伝子発現データなど、さまざまな情報があります。で、もし疾患や表現系に着目するのであれば、その遺伝子は基地の疾患遺伝子として同定されているだろうかとか、その疾患は疾患では影響を受ける臓器とかあるので、さまざまなこう関連した情報を整備すると、今後の研究に役立つんじゃないかということを考えました。で、H インビテーショナルの成果の HMDB は、2つのトップページと6つ、もっと増えてるかもしれないけど、いくつかのサブデータベースから公開されていて、ちょっとこのスライドの方が画面古くて、皆さんがちゃんとご覧になった方が最新だと思うんですけども、概要を紹介します。2つのトップページは普通の入り口なので、概要とかそういうことが書いてあるので、普通ですけれども、主な画面が2種類あります。で、CDNA やトランスクリプトーム解析をするときに、どんな特徴があるかというと、まず転写された産物を網羅的に解析すると、こう、なんか一つの遺伝子についてこう複数の転写物が存在したり、複数回こうなんか同じタイプのものが見つかったりして、一つの遺伝子領域に関してデータが冗長にありますし、またこれは選択的スプライシングを発見して同定するという興味深い機械でもあります。で、主な画面でまずそのローカスビューというのと CD トランスクリプトビューという2種類のものがあります。で、ローカスビューというのはこうゲノムがあって、ここが遺伝子でこうエクソン、イントロンがこういうふうになっていて、というこうゲノム配列にここですよっていう、そういう情報に基づいたアノテーションになっています。で、ここにはこのスライドの右側に書いてあるような、ゲノム遺伝子座につくようなものがあって、ちなみにこのプロジェクトの特徴だと、トランスクリプトームの網羅的な解析をしたので、スプライシング変異体の報告では結構網羅性が良くて、スプライシング変異体のデータベースも公開していますし、いろいろ研究員の武田さんと伊賀県にいらっしゃった鈴木先生との共同の論文などを出しました。で、もう一つの画面は、CDNA ビューといって、これは今ではちょっとトランスクリプトビューかもしれませんけど、各転写物に着目した画面を作っています。で、これはそれぞれの遺伝子座について複数の転写物があるという想定のもとにあります。で、HMDB 最初の段階のものは、CDNA が 5万とか、最初は4万です。最初それが5万ぐらいになったんですけど、遺伝子座の数はきっと2万から3万の間に多分収まっています。で、アノテーション項目として、遺伝子機能、遺伝子名、予測 ORF とアミノ酸配列で、機能モチーフ情報は結構機能アノテーションするときに基地の機能モチーフを持っているかどうか、例えばこうこのタンパク質が DNA にバインドするような基地のアミノ酸配列上の特徴を持っているかどうかとか、基地の遺伝子と相当性があるかなどによって、こう機能アノテーションのこう根拠というのがつくんですけども、このような情報がついています。で、他に、酵素であれば酵素番号、代謝経路の情報、
あとアミノ酸配列を使って細胞内極材予測も P 相当などを使って行いましたので、その辺の情報もついています。でさらにアミノ酸配列、予測されたアミノ酸配列をもとに立体構造に関するアミノ酸や、また ORF を、基地のスニップに対応して翻訳への影響を解析したり、分子進化学的に相当性のある他の生物種の遺伝子との進化的な関係などのデータを提供しています。これはちょっといいですね。で、でデータベースへのアクセスの方法で、遺伝子データベースを検索するのに慣れている方にとっては、多分普通の、こういう種類なんだろうなということが分かると思うんですけども、入り口としてはこうゲノム上のマップから入る方法、13番染色体のこの辺みたいとして、こうゲノムブラウザみたいな感じで入ってくる、そうやって絞り込む方法もあるし、相同性検索を使って自分の手持ちの塩基配列と似ているものを探そうという入り口もありますし、またなんか詳細なこうキーワードとかいろいろ入れて検索する方法もあるし、一番上は簡単になんかいろいろ転写物の ID などを入れて調べることができます。でサブデータベースの種類として、この G インテグラという名前なのはゲノムブラウザーに、統合的なゲノムブラウザーに相当するもので、このゲノム上に複数の種類のメッセンジャー RNA がどうマップされていて、こうなんか違いがあるかとか見ることができます。で、HANGEL というデータベースは人遺伝子発現のデータベースで、これは、大久保耕作先生たちのご協力を得て、人の組織を10種類および40種類に分類して、人遺伝子の発現情報を提供しています。でこちらでの、ディジーズインフォビューアーというのは、基地の疾患関連遺伝子情報、その遺伝子が基地の疾患関連遺伝子として、同定されているかっていう情報と、原因が分かってないけども、その染色体上に同座するそのこうマップされている形質や疾患の情報をつけています。他のビューアーとして、この CDNA 配列のクラスターでこういろいろ分類したりグループ分けしたりするようなのを提供しているのがクラスタリングビューアーで、トップビューアーは P ソート2やターゲット P によって予測された細胞内極材予測解析結果を提供しています。で P ソート2とかターゲット P で細胞内指向シグナル予測結果で、もう一つはちょっと私はあまり詳しくないんですけども、疎水と TMHMM によって予測された膜貫通ヘリックスの予測結果も細胞内極材情報としてトポビューアーで提供しています。分子進化的な立場からのアノテーションとして、エボラというサブデータベースでは、その他の生物種のその遺伝子塩基配列との比較で、相同性や進化的な関係、また同義置換、非同義置換の関数などに関する情報を提供しています。で、遺伝子データベースへの入り口は、簡易検索と詳細検索というやり方があって、ちょっとこれね、もうこの通りじゃないかもしれないので、ちょっとすみません、これ割愛します。で、相同性の検索による入り口もあります。でデータのダウンロード方法は、基本的に、ですね、フラットファイル形式というのと XML 形式というのと DDBJ フラットファイル形式というのがありますので、一括ダウンロードして使いたい方はその3種類のいずれかのフォーマットでダウンロードして、なんか解析に使っていただければ幸いです。あとは FTP
とかそういうものはちょっとトップページから多分分かりやすく示されているので、ちょっと今この通りじゃなくて変わっちゃったかもしれないので、まあ、詳しくは述べませんけども、でアノテーション内容とかヘルプドキュメントなども用意してありますので、トップページからいろいろサイトマップも最近は充実してきましたので、以前よりも見やすくなったと思うので利用してください。これは遺伝子をちょっと紹介してみましょうということで、私ちょっと PPAR ガンマという遺伝子があって、これは糖尿病の倹約遺伝子って皆さん聞いたことありますでしょうか。倹約遺伝子って倹約って何のことかなと思うんですけども、遺伝子についてちょっと紹介文を書いて、私は実はアクセス数を狙って、アクセス数が増加するのを狙って JBIC のメルマガでこうなんか紹介文を流していた時期があったんです。で、例えばこれ PPAR ガンマの遺伝子のスプライスアイスフォーム1についてのトランスクリプトビューです。で、いろいろこう機能アノテーションなどが情報があります。で、ORF などがあるんですけども、でちょっと遺伝子たこの辺はちょっと時間ないから飛ばしますけど、ちょっと こういうのを書いてみました。でもし皆さんでこれを機会に人の遺伝子 の生物学に親しんで、ちょっとこうなんか遺伝子について何か一つこう語れるようになると結構面白いかなと思って、私こういうのを一つ書いてみたのでちょっと読みます。PPAR ガンマは糖尿病に関連した倹約遺伝子の実態で、CDNA ビューにちょっと当時 のリンクをつけています。で、 PPAR はペルホキシソームプロリフェレーターアクティベイティドレセプターといって、ペルオキシソーム増殖剤、応答性受容体などと訳されています。核内レセプターの転写因子でして、リガンド分子を受け取って DNA に結合して遺伝子を活性化します。細胞の分化によって脂肪細胞を作ることに関わっています。このタンパク質はリガンドと結合する部分と DNA と結合する部分の両方が必要です。PPAR ガンマは糖尿病との関係が知られています。12番目のアミノ酸がプロリンまたはアラニンの多形があって、プロリン型が大多数です。アラニン型の方が PPAR ガンマの活性が低く糖尿病になりにくいことが分かっています。で、食料が必ずしも豊富でなかった太古の時代より PPAR ガンマはエネルギーの浪費を抑えて節約して脂肪細胞を作るように働いてきた遺伝子なのですよ。ちょっとただこんな風に書かせていただきました。これで私の話は終わりなんですけれども、遺伝子データベース、他にもいろいろ種類があって皆さん研究に使っていると思うんですけれども、このようになんかこう人の遺伝子に関するこう生物学をこう学んで、なんか研究に使ったり、なんか他の人と話題交換したりすると楽しいかなと思って、これを機会にゲノム生物学に親しむ人はちょっとこういう、こういうのもやったら面白いかなと思って紹介しました。ちょっとこれは自分なりのことですが、それでは私からのお話を終わりにします。あともう10分ぐらいしかないので、ちょっとあとはご質問として受けて終わりということにします。では皆さん何かご質問やなどございますでしょうか。これについてはスプライシングのメカニズムが完全に分かって、塩基配列から予測がこうちゃんと合うようになればできるんだと思うんですけど、ちょっと それはまだちょっとまだ難しいのかもしれません。ただ本当に楽しみにしているのは、こうエンコードプロジェクトがこうゲノム全体にわたって行うことになって、こう選択的スプライシングがこう網羅的に見るというのが、こうゲノム全体の遺伝子についてこうデータが出てくるので、本当に楽しみです。